疲れ様です。パーソナリティのカノンです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて今回のテーマは、懲りない中国、世界に広がる手抜き工事の恐怖をお送りします。中国ではたびたび手抜き工事による建物倒壊事故が起きていて、世界から非難を浴びていますが、また大きな事故が起きてしまいました。一体どんな事故だったのでしょうか。その事故は昨年8月、中国山西省のレストランで起きました。その日店内では80歳の男性の長寿を祝う会が開かれていて、100人以上が参加していました。そこで突然店の天井が崩落し、57人が下敷きとなってしまったのです。中国メディアによると、救助活動が続けられるも29人が落命、28人が重軽傷を負う大惨事となりました。倒壊した2階建てのレストランはもともと平屋だった建物を増築して宴会場としたもので、何度か増築を繰り返していたようです。現場では子供をかばったとみられる父親の遺体の下から幼い息子が救出されたそうですが、救出する際に父親の体を切らなければならなかったという救助隊員の話も報道されたようです。大変な悲劇ですが、手抜き工事の事実から目をそらすために当局の指示で伝えられた可能性もあるということです。増築部分が建築基準を満たしているかどうかは疑わしく、中国政府が原因調査に乗り出していますが、こうした事故が後を絶たないのは手抜き工事が原因だとの見方が強く、中国国内でも大きな関心事となっています。これまでにも中国では建物崩壊による事故が発生していますが、小さいものも含めれば建物や橋が崩落しているニュースが毎月のように流れているのだとか。これではまたかと手抜き工事を疑われても仕方ありません。日本では考えられない出来事ですが、こうしたニュースに無関心ではいられない国々があります。2014年に中国の習近平総書記が提唱した一帯一路政策により、中国は世界各国でインフラ整備事業を拡大しています。この巨大経済圏構想である一帯一路によって、東南アジア、アフリカ、南米に至るまで中国はその事業を広げ、広範囲にわたって多数の中国企業による建設ラッシュが行われているわけです。なので建物崩落のようなニュースが流れると、世界中で建設中の物件にも手抜き工事の危険が潜んでいるのではないかと不安が広がるばかりですね。マレーシアの例を見てみましょう。近年マレーシアではマンション建築ブームが起こり、多くの中国企業が進出しています。それが今年に入ってから新型コロナウイルス感染拡大の影響で中国人の行き来が止められる事態となり、建設工事は中断。建設途中のまま放棄されたマンションや高層ビルが増えているというのです。外国人労働者にも強い入国制限がかかり、建設が進まなかったようです。そのまま放置というわけにもいかず、夏に入ってからはマレーシア国内の建設業者が引き継ぐケースも出てきましたが、そこで多数の手抜き工事っぷりが発覚したそうです。引き継いでみると、実際使われていた柱や壁の補強資材が設計予定で記されていたものよりも劣るものだったということが判明するケースも少なくありませんでした。崩落まではいかなくても、このままの状態では湿度によって腐敗が生じたり歪みが発生することが考えられるといいます。中でもひどいのは、キッチンの換気扇レンジフード内部にダクトがなかったというケースです。空気を吸い込み、天井裏の通気口を通って外に排出する構造がそっくり抜けていたわけですから、スイッチを入れてもファンが回るだけで換気ができないのです。
マレーシアの地元建設業者は呆れてその場に立ち尽くしたそうです。このようなすぐに分かってしまう欠陥工事があちらこちらで行われているのだとしたら、恐怖以外の何者でもないですね。中国の工事はきっとレゴを組み立てる程度の感覚なんでしょうね。コロナウイルスの流行がなく欠陥に気づかないまま完成していたかもしれないと思うと恐ろしい限りです。一帯一路政策では発注、受注、建設に至るまで全て中国企業が携わるというオールチャイナの構図が見られます。その仕組みは、中国が建設費用を貸し付けた発注国に対し、中国企業が受注して中国人の労働者が建設を請け負うというもの。これでは組織内部での手抜き工事が露呈することもなく、やりたい放題です。まあ一応コロナ流行という大変な事態ではありますが、それによって自浄作用の効かない中国の実態が世界にさらされた点については不幸中の幸いでしたね。ちなみにマレーシアと同様、ベトナムでも困った事態になっています。ベトナムでも中国企業の進出は加速していますが、中国業者が携わった鉄塔、橋、道路などが次々と陥没して、そのメンテナンスに膨大な費用がかかっているそうです。ホーチミン市では運河の整備を依頼していた中国企業との契約を打ち切ったという話もあります。排水溝から水が逆流し、住宅地に浸水被害があったケースでもやはり中国の手抜き工事が疑われています。東南アジア諸国では悪質な中国企業がブラックリスト化されているほど。しかし新しい悪質業者が次々と出てくるのが現状のようです。このような悪質業者が生まれる理由について、ある軍事ジャーナリストは次のように解説しています。手抜き工事は完成後には明らかにならず、建築後しばらくしてから露呈するところが大きな問題。これから起こるだろう問題を見越して短期で工事を終わらせ、後々賠償されないように会社を清算して逃げる、そしてまた新たな会社を作って同じことを繰り返す、こうした巧妙な手口で荒稼ぎをしようとする詐欺業者が存在する。中国のインフラ整備拡大によって5年から10年後には崩壊するような建物ばかりが増える恐れがある。過去には中国製の高速鉄道において架橋の強度不足が判明し、結果として速度を制限して運転せざるを得なくなったケースもあるようです。これでは高速鉄道と呼べませんね。数年前には黒竜江省でコンクリート橋が完成からわずか1年で崩落、トラックなどが橋の下に転落して死傷者を出す事故も発生しています。調査結果では鉄骨が入っていなかったという驚愕の事実が判明し、手抜き工事の実態が明らかになりました。この手抜き工事の背景には、中国政府がインフラ投資計画でノルマを作りやらせているという実態があります。このノルマのためにわずか5年で数十万の橋を建設した業者もあったようです。このような短時間での建設は世界中で見ても異常であることは明白。この無謀な計画により困った業者は下請けに丸投げ、最終的に手抜き工事が発生すると下請け会社は責任逃れで会社を作っては解散させるという悪循環を生んでいるのです。こうした実態に世界から非難を浴びている中国ですが、15階建てホテルをわずか90時間で完成したことをネットで自慢しています。雪祭りの石像感覚なんですかね。このかなり見当違いな発信をする中国に対し、海外からいろんな反応がありましたので一部をご紹介します。海外の反応。中国製は前から良くなかったけど、ここまでとは。旅行に行くのも怖いな。鉄骨の入っていない建物がよく1年も持ったものだ。
そのことに驚きなんだけど。ちゃんとした設計で資材を使ってやれば日本よりも丈夫なものができそうな感じすらするのに、手を抜いていいことなんてないと思うんだがな。このホテルって今はどうなっているんだろう。メンテナンスなしで今も存在しているとは思えない。以前にも完成2時間の橋が崩落したことがあったよね。それを考えたらもうないか。そろそろ崩れるかだろう。メイドインチャイナは恐怖しかない。一体どれだけの建物がこの工法で建設されているの？中国はこれからどんどん崩れていく建物ばかりってこと？中国人っていうのは自分たちが晒している恥に気づいていないし、気づこうともしていない。中国は一切無視している。短時間でできたからすごいなんて、こんな過去の結果を見て思うはずがない。むしろ大丈夫なのかという不安を煽るだけなのに。でっかいレゴのおもちゃみたい。レゴの方が丈夫かもしれないが、実際の建物にこんなのがあることにびっくりした。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、中国はものづくりをする上での誇りはないのかとつくづく思いますね。橋やビルはおもちゃとは違います。物が悪かっただけでは済まされない問題です。実際に手抜き工事が大惨事につながっているわけですから、命の重さについてもっと真剣に考えてほしいですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。